こんにちは、ニコンで横浜ベイクォーター店の小笠原です。本日のニコン&チャンネルでは横浜ベイクォーターにあるニコンでキッチンよりお届けいたします。今回はメニューのご紹介と調理の裏側をちょっとだけお見せしたいと思います。お家で作る時のコツもお伝えいたしますので最後までチェックしてみてください。では行ってみましょう。じゃあ、はじめに卵液の説明からします。当店では卵液が、卵と牛乳と塩を入れて作成しております。それと牛乳を入れることによって、クリーミーなオムライスになります。卵を焼いていきます。この中にサラダ油を混ぜていきます。バターを溶かしていきます。しっかりバターが溶けたら、こちらで先ほど作ったハモゲージを入れていきます。バッテン系の時でも、実はゴムベラだったりとかをするとすごい綺麗に、ふわふわに卵がなりますので、こちらをゴムベラを使用していただいて、しっかりと混ぜたというようなイメージ。縦に切って卵を切るような形で、ふわふわふわになりやすくて、一度そろそろ火が通りやすいなっていう風に感じる場合は、火から下ろしてあげるとすごい綺麗な卵になります。ただ卵も落ち着いてくるので、そうしたらまた強くなってくる卵を切り方にあげて、ちょっと押してあげるとすぐに取れるようになります。ただ牛タンのソースをかけていきます。こちらの牛タンのソースなんですけども、こちら当店でですね、牛タンを4時間煮込んだシチューとなっておりまして、デミグラスソースもすごいよく効いたシチューとなっております。さあ最後に彩りとして、こちら生クリームかけていきます。ブロッコリーのカリフラワー、こちらは味のアクセントとして粉チーズを入れたらかけます。こちらで完成です。じゃあ、はじめにご飯を盛るコツで、この中でちょっと薄く平らに盛ることになりますが、きれいに見栄えが良くなるので、こちらがポイントになります。でご飯の上に葉っぱをかけるんですけども、こちらの葉っぱがいろんな根本のいろんな葉っぱが入っているやつで、トリビスだったりグリーンリーフだったり、またいろんな葉っぱが入っております。次にサーモンを乗せていくんですけども、こちらのサーモンが幅を広くスライスしていただいて、まあ、サルパッツのような雑誌の薄さと厚さですね、こちらの方を並べていきます。そしたら真ん中に温泉卵を乗せていきます。そしたら色合いでトマトを2種類赤と黄色です。こちらを並べていきます。また最後に上からソースをかけていくんですけども、こちらのソースは家庭でもですね、作れるような形になっておりまして、かつおだしだったり、醤油、みりん、お酒、あとごま油で合わせてるんですけども、家庭用で作る際は、麺つゆで合わせると同じような味わいで作れることができます。ただ最後に上からマヨネーズをかけまして、完成でございます。
ちらのお皿なんですけども、こちらがニホアンドでも販売されておりまして、ちょっとレトロ風の丸皿となっております。でこちらグレーの食器なんですけども、このグレーの色に関してはどんな色でも食材が美味しそうに煮立てる効果がありますので、ぜひチェックしてみてください。まずはじゃあ大きいお皿で盛り付けるんですけども、こちら大きいお皿で盛ることによって立体的な盛り付け方が簡単になってくるので、もしご家庭に大きいお皿があるとしたら、ぜひフルーツなど今後もなんかいろんなデザートにも反映できると思うので、こちら大きいお皿を盛り付けます。で中心にですねワッフルを盛り付けて、フルーツを盛り付けています。一つの盛り方がおすすめなんですけども、こちらは綺麗に全体にバラつかせてあげるようなイメージ。あとはイチゴだったりオレンジ、キウイが乗るんですけども、こちらの色合いが似てるのに関しては、交互になるよりかは、その真ん中にイチゴだから色が濃いやつを乗せてあげると綺麗になります。最後にこちら蜂蜜とレモンのソースになってくるんですけども、ご家庭でもレモン汁だったり蜂蜜と一緒に合わせて混ぜていただけると同じようなソースができます。最後に入れていただくと思います。こちらワッフルはやっぱり水分が結構少ないデザートになってくるので、こちらクリームで一緒に食べてもらうとすごい食べやすくなるので、こちらクリームをたっぷりと。あげまして、最後に彩りとしてこちらセルフィーユですね。こちらを周りに散らしてあげるとより一層綺麗になりますので、最後にワッフルに向けて粉糖をかけたりまして完成です。本日の動画いかがでしたでしょうか。横浜にお越しの際はニコアンドキッチンにぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。